皆さん、こんにちは。日本女子卓球界の天才の一人と言われている平野美宇さん。今回は平野美宇さんの家族について詳しく見ていきたいと思います。平野美宇さんはいつの頃からか第二の愛ちゃんと呼ばれるようになりました。平野美宇さんが世間で注目を集めたのは2013年1月に行われた全日本選手権で、友人でライバルの伊藤美誠さんとダブルスを組んで大会最年少勝利を収めて美宇美誠コンビと呼ばれたことに始まります。卓球女子団体で銅メダルを獲得した2016年のリオデジャネイロオリンピックでは悔しくもリザーブとなり出場機会はありませんでした。しかしその悔しさをバネにして現在は破竹の勢いで活躍を続けています。平野美宇さんは2000年4月14日静岡県沼津市で生まれ、山梨県中央市で育ちました。平野美宇さんの美宇の名前の由来は、2000年2月12日から打ち上げられたスペースシャトルエンデバー号に感動した両親が美しい宇宙から文字を取って名付けられたようです。平野美宇さんが卓球界で頭角を現す土台を作り上げたのは卓球へ情熱をかけていた家族の存在でした。平野美宇さんは母親の影響で卓球を始めました。母親と離れたくない一心で卓球を始めたと言われています。福原愛さんが卓球を始めた年齢は3歳9ヶ月ですが、平野美宇さんは3歳5ヶ月と福原愛さんより4ヶ月早く卓球ラケットを握りました。卓球を幼少期から始めると聞くと、一般的には母親によるスパルタ英才教育が思い浮かびますが、平野美宇さんのお母さんは強制しなかったようです。平野美宇さんのお母さんは平野英才教育研究センター卓球研究部で卓球の指導者をしていました。母心としてもちろん娘に卓球をしてもらいたかったのでしょうが、強制するとしたくなくなるという子供への教育指導理念から、平野美宇さん自らやりたいというまで進めなかったそうです。平野美宇さんはいつもお母さんと一緒にいたい、お母さんに褒められたいという一心で卓球をはじめ厳しい練習を続けることができたといいます。平野美宇さんのお母さんによれば、幼少期は普段はおとなしくて目立つのを嫌うタイプなのに、卓球を始めると誰よりも負けず嫌いだったようです。負けそうになると泣いてしまうことから第二の愛ちゃんと呼ばれるようになりました。平野美宇さんの家族についてですが、お父さんは平野康生さん、お母さんは平野真理子さん、次女は平野聖和さん、三女は平野亜子さんの5人家族です。平野美宇さんのお母さんはスパルタではなかったものの、生活の面ではかなり厳しいしつけをしていたようです。幼少期から掃除、洗濯、食器の片付けなど徹底して自分のことは全て自分でできるように平野美宇さんに教えていたようです。さらに平野美宇さんは3姉妹の長女のため妹たちの面倒も見なければならなかったため、学生時代は勉強と卓球の練習とこれらのことを並行してやるのは辛かった時もあったと語っています。筑波大学女子卓球部の主将だった平野真理子さんは1969年2月1日生まれで、平野美宇さんのお父さんと同じ年齢であり筑波大学時代の同級生だそうです。お母さんの平野真理子さんは大学卒業後に中学校の教師として10年間働いていました。平野美宇さんのお父さんである平野康生さんも筑波大学の男子卓球部の主将でした。教師として指導する力と卓球の技術を生かして、平野英才教育研究センター卓球研究部を開校し、卓球の指導者として後世の育成に尽力しています。天才卓球少女平野美宇を育てた母の指導法とは一体どのようなものだったのでしょうか。子供を天才に育てる極意の一つ目は、強制はせずおのずと興味を引き出すことだそうです。平野美宇さんのお母さんは卓球を強制することなく、本物の環境を身近に感じさせることで自然と卓球をしたくなるように仕向けたといいます。強制すれば絶対やりたくなくなる、子どもの興味がそこへ行くように本物を身近に置くんです。やりたいと思うような環境を作ることが大事で、食いついてこなければ強制はさせませんとしています。平野美宇さんは2歳の頃から卓球ラケットを持って遊んでいたようで、お母さんの戦略通り3歳5ヶ月の頃には卓球を始めていました。また将来選手として世界へ一人で羽ばたいた時のことを考え、一
平野美宇さんのおむつが取れない頃からお母さんに自分のことは自分でやるという考え方を徹底して教えられたといいます。平野真理子さんの世界戦略は平野美宇さんが生まれた頃から始まっていたようです。子供を天才に育てる極意の2つ目は、手を差し伸べるのは本当に困った時だけということだそうです。可愛い我が子のこととなるとついつい甘やかして手助けしてしまいがちですが、本当に自立心を育ててあげたいなら、本当に困った時以外は見守ってあげる忍耐力も必要なようです。平野美宇さんは小学校3年生の頃には一人で自宅のある山梨県中央市から大阪府八尾市にあるミキハウスの練習場に 2,3 ヶ月に1回は電車で通っていたようです。手を取って子供に教えたくなるけど、あくまで支援、見守るのが大事。先回りをして手を引っ張ってはいけない。本当に困った時に手を差し伸べてあげる、さじ加減が難しいのですが、としています。幼い子供を一人で遠出させるのは親としてもかなり勇気のいる行動ですが、子供を信じるのも自立心を育てるために重要なようです。子供を天才に育てる極意の3つ目は、イライラしてもむやみに怒らないことだそうです。子供が思い通りの行動をしなかった場合に親が怒りをぶつけても何の解決にもならないばかりか、子供に畏怖心を植え付けるだけです。本当に必要なのは根気よく語りかけて、なぜできないか、ダメなのかを導き出すことだと言います。子供は何度言っても言うことを聞かない、思い通りの行動をしてくれないものですが、だからといって親が怒りを爆発させて叱っても子供はさらに嫌になってしまいます。平野美宇さんは子供の頃に試合に負けそうになると試合中から泣いていたようですが、平野真理子さんは根気よく試合中に泣くことがなぜダメなのかを諭したと言います。しかし平野真理子さんは怒らなかったわけではなく、厳しくするところは厳しくし、怒るべきところはちゃんと怒ったようです。子供を天才に育てる極意の4つ目は、悪いことをしたら怒ることだそうです。怒らないことが良いのではなく、子供が失敗をしたときは語りかけて失敗の理由をわかるように諭し、悪いことをしたときは怒ると同時に態度で示したり罰を与えたりするなど、ポイントを絞って怒ることが重要なようです。怒らない方がいいと思い込みすぎて、子供が悪いことをしたときにも怒らなければ、子供は本当に悪いことを覚えることができません。平野美宇さんも悪いことをしたときにはお母さんから厳しく怒られて、その後の態度にも示されるなど、こういうことをしたらダメだということを覚えてきたようです。また平野真理子さんは卓球のこと以外でも、誕生日にはケーキを焼いたり、たまにキャンプに出かけたりと家族行事を大切にし、料理を教えていたようで、平野家の伝統を教えることで人間としての深みを身につけさせることにも気をつけていたようです。やはり天才といえど技術一辺倒になると不幸になるので、人生のバランスは大切だということの証左でもあると言えます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。